それでは続きやっていこうと思います。多分メッセージは来てるんだけど、多分サナちゃんだな。おったおった。カレー食べてくれて嬉しかったです。また作って。おお、上がる。またお邪魔させてください。おー、いいね、ちょっと。もう実際に彼氏になっちゃったりしてな、最終的には。これ、親密度マックスってどれぐらいなんだろうね。だって、第3公演に行かないといけないので。はいはいはい、虫だよ、虫虫。よいしょ、海藤さんがね、待ってるっぽいので、そちらまで行きましょうか。よいしょ、もうダメだー。あ、おったおった。ちょ、タバコ吸ってんだけど。あ、ちょ。なになになに。これめんどいよな。バトルしないとさ、NPC に話しかけられない時あるっていうの。よいしょ、おいしょ。よいしょ。すごい、倒す。はい。はい。こりゃあ、お、なんかアイテム落としてくれた。あ、君もいててて。ここは一斉に変えて。ズーン。よいしょ。おい！オッケー。ったく、時間食っちゃったよ。ん？誰からだ？ほー。ギャフン顔見たかったです。あ、ごめんな、ほんと。ホンダだっけ？結局倒さなかったな。で、じゃあ、カイトウさんのところに。ちょ、子供もいるんだけど、いいのか？ねえ。ねえ、やってよ！キャプテンポリスのポーズやってよ！ん？何やってんの、カイトウさん。なあ。カイトさん何やってんの？急ぎの仕事だとか言ってなかった？気を要する仕事だよ。俺だ、タボ、このガキを何とかしてくれ。どういうこと？俺の後、犬ころ見てについてきやがるんだ。懐かれてんじゃん。このおじちゃんはね、キャプテンポリスなんだよ。キャプ？なんだって？見たことないの、キャプテンポリス。街の平和を守る正義のヒーローだよ。悪の組織に改造されちゃった警察官なんだ。なんだそりゃ。このガキがヤクザ連中に連れてかれそうになっててよ。助けてやったらこのざまだ。おじさん強いんだよ。悪い奴らバッタバッタ倒してくれたんだ。なるほどね。だから特撮ヒーローか何かと勘違いしたってわけか。でもね、変身してくれなかったんだ。多分これがなかったからだよ。ん？ CP って書いてある。キャプテンポリスか。これを持ってね、こうやるんだ。変身ポーズね。誰がやるか。え、これサイドケースなの？岡林祐介くん、はい。いつも今くらいの時間にお仕事終わるんだ。だから僕が迎えに来てあげたんだよ。パパはどこだって聞いてきて連れてかれそうになったの。ヤクザは父親を探してたのか、子供を連れ去ろうとしたのはなぜだろう。お父さんを探さないといけないのね。灰色の服で目が細くて、あと髪の毛は短い。すっぽん通り。はーい。早く探してきてくれ。子供苦手なのかな、海藤さん。いいお父さんになりそうな感じはあるけどね。すっぽん通りね。よいしょよいしょ。まあ近いな。辺りらしい。カイトさん大暴れだったみたい。本当だ。とりあえず子供を連れ去ろうとしてたヤクザの手がかりでも探してみるか。何か手がかりが落っこちているかもしれない。お、久しぶりの注視だね。なんか名刺とか落ちてないかな。やっぱりなんかニャンニャン聞こえるんだよな。猫がどっかにいるとは思うんだけど。手がかりね。なんだこれ。ビール箱の下何かあるの？怪しいな。お、これは使いかけのポケットティッシュか。ビール箱の下に紛れ込んでたみたいだな。広告が入ってる。薬丸ローン。もうマチキンみたいだな。薬丸って読むのかな。ヤクザといえば。おお。手がかりないかもしれない。ポケットティッシュ。あ、こんなもんですか。じゃあやめときますか。はい。手がかりはポケットティッシュだけか。さてこれからどうしよう。あ、カイトさん、近くのコンビニで弁当でも買ってきてくれねえか。ガキが腹すかせたみたいでギャーギャーうるせえんだ。なんで俺が自分で買ってくればいいじゃないか。俺にガキを連れて街を歩けと。そんな姿人に見えたらどう思われるよ。誘拐か隠し子か。まあそんなところか。お弁当ね。ご飯買ってこいと。海藤さんの薬丸ローンのことないか知ってるかも。ヤクザ絡みのようだし、弁当届けるついでに聞いてみよう。はーい。コンビニこの辺ないんですっけ？あ、ポッポがあるじゃん。はい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 。お弁当ください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お弁当。何にしよう。幕の内弁当でいいか。はい。よいしょ。ありがとうございました。はーい。なんか仲良くなってる。おじさんのお姉さん本当に上手くなったよ。やっぱいいお父さんなるよね。お、カイトさん、はい。なあ、アボ。うん。どうしたんだじゃないよ。弁当だよ。カイトさん買ってこいって言ったんじゃないか。はい。ユウスケに食わせとくわ。薬丸ローン。この子がさらわれそうになった現場にそのポケットティッシュが落ちてたんだけど。知らないか。堅気なもんで。ねえ、薬丸ローンなら僕知ってるよ。くお家に来てた人たちだよ。え、そうなの？ヤクザっていう悪の組織のやつらだからついていっちゃダメだってパパが言ってた。ヤクザ絡み。ヤクザが父親を探していたのはすでに連れ去られた可能性がある。事務所がどこにあるか。うん。キャッチボールの続き。なんだかんだ文句言っといて結構面倒見のいいとこあるじゃないか。ユウスケ君の父親が連れ去られたとしたら早いとこ事務所を探し出した方がいいな。関連業者当たってみるか。天下一通りにでかいマチキンがあったはず。よいしょ。天下一通りですか？天下一通りはどこだ？ああ、すぐそこじゃん。このピンが立ってあるところらへんにマーキングして。おっと？おっと？よいしょ。そう、後藤がいるな。よいしょ。よいしょー。早くちょっとメインストーリーやりたいんだけどな、私。よいしょ、ナイス。あ、お金落としたんじゃないこれ。金くれ、金。お金、お金。おー、1000円しょっぱ。もう怒っていいですか。さあ、この辺りでございますけれど。ん？あ、取りすぎちゃった。あ、メッセージが来たんだけど、どなたでしょう。さなちゃんかな。あ、さなちゃんだ。この前北村さんが言ってたファンの人の話覚えてますか。バタさんという方です。うん。今日ライブを聞きに来てくれたんですが、やっぱり私と八神さんのことを疑ってるみたいでした。お似合いのカップルに見えたんだろう。やばい、ちょっと真面目に答えた方がいいかな。そんなかわいい。大丈夫だと思うけど、困ったことになったら連絡してよ。うん。ちょ、なんかやばい感じになってきとるな、これな。あ、ここは無料案内所ってところ？違うか。ここじゃない。どこだ？マリアット。ステーキハウス。ここはスターダストは違うよね。ここ確かポストだったような気がする。ラーメン屋さん。あれ？あ、ここか！ようやく行けたわ。ここね。ビルの中でしたね。あ！この人も知り合いだわ。ちょっといいか。そう、この人が、京浜同盟の幹部をね、倒したら、報酬やるよって言ってお金くれた人ですね。薬丸ロンって知ってる？実は今その町金の背後にいるヤクザの事務所を探してるんだ。薬丸ロンがまた厄介なのと。まあ、調べりゃわかるかもしれんが、正直奴らとあんまり関わりたくねえな。俺らに探られてるって感づかれたらどんな因縁つけてくるかわかりゃしねえ。そこをなんとか。本来な、情報料に5万はもらうところなんだが。5万？他の八神さんの頼みだ。特別にタダで調べてやるよ。お、ありがとうございます。ちょっと待ってな。バックにあるのは、牛又組。事務所は太平通り東にあるらしい。ただ分かったのは事務所のある通りまでだ。それ以上詳しい場所は分からなかった。八神さん。太平通り東。はい、結構端から端まで行く感じだな。で、メッセージが来てるのでちょっと見たい。と思う。あ、さなちゃんだ。やばいことになってね。また会ってお話できますか？ちょっと自分の気持ちを整理したくてご都合いかがですか？ OK よ。よろしくお願いします。ルマルシェ、またプレゼントか貢ぐか？いや、まあちょっとさなちゃんの話はね、また次回やろう。今回ちょっとメインを進めていこうかなと思います。よいしょ。こうなったわ。よいしょ。じゃあちょっと太平通り東でしょ？マップ。結構端っこまで行くね。ここまで行く感じ。よし。じゃあちょっとさ、それより前に、ちょっとさなちゃんにプレゼントをね、買ってから行こうかなと思います。はい。よいしょ。さなちゃんにプレゼントを買って、まあ次回ちょっとさなちゃんのイベントできるタイミングでやってって感じかな。あら。よいしょ。ルマルシェはどこだ？あ、あったあった。ここですね。いや、今度は何を買ってあげようかな。あ、スーツできてる。そう、なんかね、スーツをね、作ってくれるってお話をしてくれたんですよ。お！これじゃな、弁護士時代の八神くんみたいな。あ、でも髪型はそのままだな。サイズ完璧ですね。本当にいただいちゃっていいんですか？助けていただいて、そう、この人もね、ちょっといろいろ紆余曲折あってね、助けてるんですよ。はい。今後とも当店ごひいきに。ありがとうございます。オーダーメイドスーツ。これあれか、変装の道具かな。今度は何あげようかな。トリニティサークル。前これあげてるんだよな。あ、このハートのやつも可愛いよな。さすがにちょっと60万ぐらいするのはあげらんないわ。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。いらっしゃいませ。よいしょ。ハートのイヤリング。よし。OK。ありがとうございました。よし。まあ、さなちゃんのイベントはまた撮れるときに撮るかもしれないし、撮らないかもしれないって感じかな。よいしょ。待って、じゃあ太平通り東に向かうけど、おっとっとっと、おっ、もう近いな。この辺らしい。牛又組の事務所はこの辺りか。問題はここから先だ。事務所の詳しい場所がわからないんだよな。あ、あれ？誰かがキョロキョロしてる。あの挙動不審な男、祐介君の父親の特徴と一致するな。声をかけてみるか。はい。どうも。こそこそして一体何をしてるんだ。よし、ぶっ込むぞ。ユウスケを返せ。ユウスケ君を知ってるってことはあなたが父親。岡林慎太郎さん、ユウスケ君のさらわれる前に助けて俺たちで保護してますよ。一体どういうことなんです。なんでヤクザに狙われてるんですか。借金取りですよ。前々から返済を迫られてて。借金だってあなたが追われるのは分かりますが、子供がさらわれそうになってたのはどういうことです。ユウスケをさらって僕を脅迫するつもりみたいです。宝くじを奪うために。実は宝くじが当たっちゃったんです。あいつはそれを借金の型にするつもりらしくて、強引に奪おうとしてきてるんです。おいくら ?5000万。でも借りてたのは100万程度なんですよ。それなのにくじごとよこせって拒否したら、さっきくじを渡さないと子供の命はないぞって脅迫の電話がかかってきて、家に帰ってもユウスケはいないし、さらわれたのかと心配になって奴の事務所に寄ってきたんです。うん、その当たりくじはどこに。悪いけどそれは言えません。ユウスケはどこに。おー、でもあのヤクザをどうにかしないとだね。海藤さん、ユウスケどこだ。あー、ちょっと便所に行ってる間にユウスケのやつがいなくなっちまって、怪しいやつら見なかったの。見てね、だがさっき悲鳴みたいな声が聞こえた気がする。あれはまさか。すまね、俺の責任だ。この番号は去ったやつら。どこに行ったの。ユウスケを返してほしかったら当たりくじを持ってチャンピオン街の裏路地に来いって。うん、奴らの裏を書いて。だけどどうしたら。何、一芝居打ってもらうぞ。うん。なるほど、いろいろあったってこういうことなのね。事件に直接関係ないのか、メインストーリーには。なるほど。ああああああ、パパ。じゃあ当たりくじを渡せ。大事な息子を傷つけたくなかったらな。パパから聞いたもん。おじさんたちヤクザっていう悪の組織の人たちなんでしょう。あ、待って、キャプテンポリスなんのかな、海藤さん。やっぱり来てくれた。酔っ払ってない。近づくと引っ掛けるぞ。汚な。なんだと。30万もかけて買った宝くじが全部外れて虫の居所が悪いんだ。たまたま通りかかったむしゃくしゃしたゴロつき。そう装えば自然とあいつらに近づける。理屈はわかるがむちゃくちゃだよ、海藤さん。おお、丸8枚。お、よしよし、子供離したな。よし、いいぞいいぞ。 VS ヤクザ屋さんですね。よいしょ、じゃあやりまーす。よいしょ、でんや。そりゃ結構硬いな、この西村ってやつ。オッケー。よいしょ。結構硬いね、全体的にこいつら。よいしょ、もう溜まった。オッケー。よし、これで西村ノックアウト。あともう一人もか。あと誰よ、お前らか。オッケー、楽勝でござる。つえ。ヤクザなんてデジコロだもん。あ、正義の味方。ギア。あ、これメイン戻れるか。早くメイン行こうよ。あ、お腹空いた。お二人とも今日は本当にありがとうございました。なあ、ユウスケを救えたのはいいが、無事なんか当たりくじの方はよ。変身スティック貸してくれるか。あ、この中にもしかして。あ、へえ。なるほど。隠してたんだね。ああ、そのところに。あいつら家探しをするだろうと思って、ユウスケが持ち歩いてるこれに入れておいたんです。さてユウスケ君の手元にあったと思わなかっただろうな。何またそれか。一回だけだぞ。どうとも言えない空気が流れてるんですが、それはうわーでもよかった、お喜びしてくれて。うん、悪いヤクザやっつける。カイトさんがヤクザを。俺みてえな大人にはなるんじゃねえ。それがちょっと訳があって、俺はお前と一緒にヤクザとは戦えねえんだな。今日で引退。いい後継者が見つかったからよ。あれ、なんかちょっといい感じに終わっちゃうな。はい。こういうことがあったと。だって沙織さんからまだ連絡がないのはどこで何をしてようか。あ、出店でも覗いてみるか。駅前、劇場前広場の出店。よいしょ。ちょっと待ってよ。あれ、これさなちゃんできないかな、さなちゃん。ここか。あ、さなちゃんできないね、今。よいしょ。あ、でもなんかメッセージできるか。多分いけるのかな、さなちゃん。ちょっと待ってよ。劇場前広場で待ち合わせ。そう。待ち合わせ場所とね、メインで行くところ今一緒なんだよね。あ、でもサナちゃんいるじゃん。ちょっと待って、サナちゃん行くわ。サナちゃん。ごめん、ちょっと次回って言ったんだけど。サナちゃん行くわ。どうしよう、でもなんか尾行とかなったらちょうどだるいんですけど。さなちゃんどこだっけ。あ、そっか、待ち合わせしてんのか。もうどこにでも現れるよな、こいつら。いたたたたた、ちょ強い強い。包み。あ、なんか腕上げてきてない？なんか強いんだけど。どうしたの？いててててて、もう堤こんな強かったっけ。よいしょ。おい、EX、よし、ブースト。よいしょ。よいしょ。ほら、投げ技が強いな。よいしょよいしょ。オッケー、残りはこの雑魚どもだ。ちょっと回復しないとやばいかもね。よいしょ。よいしょ。はあ、本当このエンカウント率のエグさちょっとどうにかしてほしいな、なんかな。なんか設定とかで変えられたらいいんだけど。よいしょ。じゃピザマン食べます。よいしょ。あ、めっちゃ食べた、ピザマン。ごめん、ちょっとさなちゃんやるわ。そういえば、さなちゃんスーツ姿を見たいって言ってたな。スーツの持っておけば着替えておくか。あっよし、あ、着替えてる、あ、よかったこれ、スーツ持ってて。あれえあ、変装してんのか。やった今日はスーツなんですね。すごくかっこいいです。ウィッグです。これならファンの人にバレないでしょ。お忍びデートなんて本当にスターみたいだ。プレゼント、ハートのイヤリング。はい。本当ですか。ありがとうございます。まずはどこに行こうか。じゃあゲーセン。前もなんかゲームセンター行ったような気がするけど、まあいいよね。ダーツね、面白いんだけど時間かかるんですよ。八神さん。私あのぬいぐるみが欲しいです。集めてるんですよ。お、犬か。私、UFO キャッチャーはね、苦手なんですけれど。じゃあ、お金入れて。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。よいしょ。奥。尻尾に引っ掛ける形がいいのか？あ、やばい！ちょっと前すぎたかも。移動で動きます。お、あー！ですよねー。すごいな、凝ってるね、このゲーム。これもしかして、やめるぞ。ダメでしたね。やめます、やめます。ごめんね。ちょっと撮れたらいいんだけど、動画の時間の都合上ちょっと難しいな。まあ、苦手だしな、私、UFO キャッチャー。うんうん。なんか気持ちを整理したいって言ってたよね。じゃあもう、通い妻じゃん。はい。順調ではあるんですが、ちょっと事務所の方針に悩んでて。うちの事務所、歌手や役者のイメージを大事にするために、27歳までは恋愛禁止なんだそうです。へえ。それは困るな。困るんですか？八神さんがですか？八神さん。どうしてかな。それにしても恋愛禁止か。お年頃の女の子には酷なルールだな。プライベートが犠牲になることは覚悟していたつもりですが。はい。でも理由はそれだけじゃないんです。笑わないで聞いてくれます？八神さん。好きな人、ね、なんか前も言ってたよね。好きな人ができたって。はい。私。いい歌詞が書けそうなんです。だからダメだって言われても困るんです。歌詞を書けなくなっちゃいます。変装のこと。金髪だと全然イメージが違ってたよ。いつもの方がいいかな。そんな、あんまり似合ってなかったですか？ストレートヘアのボブカットで落ち着いた髪色の女の子は好みってことですね。なるほど。さなちゃんの好きな人。はい。誰？ここだったら、誰？まったくそんな素直に話すと思います？心当たりがある。そうなんですか？手がかり。その人はとても頼りがいがあって優しくて面白い人で、だからあ時間よ止まれって。私のことじゃん。じゃあちょっと終わろうか。写真は前回撮ったからいいよね。今日はこんなところかな。気持ちの整理はできましたかね、さなちゃん。八神さん。邪魔しました。さすがにお仕事の邪魔じゃないですか。助手として働いてみる。お給料。あいつわ、キモー。これはさらにやばいことになりそうな気がします。怖いよー。八神さん、あっという間に時間が過ぎちゃいました。じゃあさなちゃんの親密どんどん上がってるな。そうですね。イラッとしますね。かわいい。あ、またメッセージ来てるけど、とりあえずちょっと目的地行こうか。出店を見るって言ってたよね。見つけたぞ。優等生やら。あっ、県兵同盟。こいつが葛西をさなちゃんを応援してる。一度ならず二度までもない。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊場。榊場さん。お腹減ったよ。わがままボディじゃん。こいつも。今日はこいつがお前の相手だ。重そうだな、ちょっとのしかかりされたらやばい。こいつが。T シャツのサイズ合ってないですよ。本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの。糖尿病まっしぐらやん。じゃあデザートもいいよね。いいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんなやつの口車にごはん。じゃあ榊場海斗ですね。あ、集団で来るんですね。はいはい。よいしょ。先にちょっとザコちゃんたちをやってメッセージ来てるからメッセージ読みたいのに、お前ちょっと今日はこいつらとドンちゃん終わしたら終わりかな。よいしょ。結局メインには行けませんでしたね。今日もサブばっかりだったけど、まあたまにはこういうのもいいでしょう。よいしょ。あとはこの野田と榊場だけか。じゃあもう一緒に変えていいかな。よいしょ。おおよいしょよいしょよし、これで野田倒したか。あとお前だけだ。よいしょよいしょ。おお、さすがわがままボディだ。なんか食ってるんだけど。やばい。ご飯食べてパワーアップするのかな。よいしょ。よいしょ。いけー。いだだだ。背負い投げよくやなんかヤガミくん、こんな重そうなやつ持ち上げられるよな。やばい。逃げる逃げる逃げる。おお、これはなんか大ダメージ食らいそうだね。あ、くそ。そう、こいつはなんか強い時はね、なんかね、掴み攻撃をね、避けてくるやつもいるんですよね。くそ、ガードしやがって。おお。くそ、避けやがる。掴みはあんまり効かないか。あと一発な EX たまれば終わりそうなんだけど。いてて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 。おいでようじゃないよ。よいしょ、オッケー。よいしょ、これで終わりだ。オッケー。ふう、榊場倒した。おいおい、どんだけタフなんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。あらら。さあ榊場、ボコボコにしてやれ。あれ？あれ？おい、何ボケっとしてやる。お腹空いちゃった？とっととやれ。お腹が減った。ご飯の時間みたいだよ。え？お友達は帰っちゃったみたいだぞ。急に思い出したってやつかな。ちくしょう！ちくしょう！外行きやがれ！だからそりゃこっちのセリフだって。けどエイジかつぼしにはなったな。そうそう、沙織さんから連絡が来るかもしれない。一旦事務所に戻るかな。よし、じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうか。なんかまた動画が長くなったような気がするんですが。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。